はい、こんにちは、ゾルです。ちょっとごめんなさい、鼻声なんですけど、今回はですね、また私が買ったね863の話をしていこうと思うんですが、第一印象に関してはね、前回の動画で少し話はしているので、その時に撮った写真なんですけどね、持って帰ってきてですね、データを見てまたインスタグラムにねアップするようにトリミングをしてっていう作業をしてたんですけど、その画像写真をね見てて思ったことが一つありまして、でそれがね、昨日一昨日と撮った写真の枚数ではそんなに多くはないんですけど、撮った写真を実際見てね、で選別してトリミングしてみるとですね、思ってる以上にその改造してる写真が多いなっていうところに、なんか気がついたというかね、そういう感じがしたんですよね。でなんでだろうと思ってね、気のせいなのかなっていうところで、過去のその写真とかも、さっきもちょっとずっと見てたんですけど、やっぱり、改造してるようで、やっぱちょっと描写が甘いというかね、改造感が足りないなっていう写真がすごく多いんですよ。で、もちろん、そのバシッと改造するものも、やっぱり出てくるには出てくるんですけど、やっぱ確率としてはすごく低いと。それ、私が、納得できるレベルのっていう話ですよ。実際に皆さんが納得できるレベルかどうかっていうのは、それはね実際わからないですけど、私の中でその満足できるっていうかね、納得できるような解像感の写真っていうのがですね、この400の 1.4 倍テレコン付きのセットだとなかなか出てこないんですよね。でそれが、863買ってみて、で昨日一昨日とね、で枚数少ないながらも撮ってみるとですね、その枚数少ないながらも改造してる画像写真っていうのがですね、私がこうを改造してるなっていうような写真がですね、出てくる確率が非常に高いんですよ。で、なんでかなっていうところで、今のところ私の中で結論として出てるのが、やっぱりテレコン Z の 1.4 倍テレコンですね、これがそこまでね、その解像感画質は落ちないとは言ってもですね、やっぱり落ちてるんだなっていう、やっぱこれじゃないかなっていうところが一応今のところの私の結論なんですよね。でもちろんその撮れてる 1.4 倍テレコン使って撮れてる画像に満足できてる方、できる方は全然いいんですけど、私の場合はですね、なぜかわかんないですけど、描写が甘いなって、少し甘いなっていうのがですね、ずっと続いてて、でその中でもやっぱり条件が良かったりすると、結構バシッと改造してくれる写真がね、こうポロポロと出てきてくれたりはしてたので、単純に条件だけなのかなっていうね、その例えば天気とかそういった光の加減とかね、なんかそういったところの条件によるところだけなのかなって最初は思ってたんですよ。ところがやっぱりあまりにもそういうちょっと解像感が足りないなみたいな画像が多いんで、もしかしたらこれテレコンじゃないかなっていうねところもあり、やっぱり 800mm の F6.3、863でテレコンなしでちょっと撮ってみたいなっていうのが、一つ思ってたとこだったんですよね。でそれでもしその自分のこのなんかちょっと不満になってるところが解消されるんであれば、それはね、もうほぼテレコンで間違いないかなっていうところが、はっきりするかなと思って、やっぱり863買ってみるべきかなっていうところで導入したんですよね。で、やっぱり結論としてはやっぱそこなのかなっていうのが、今のところの結論なんですよ。で、せっかくなんで、ちょっと写真もね、見ていただこうかなと思うんですけど、あくまで、サンプル程度で、実際に皆さんがどう思うかっていうのはちょっとわからないんですが、例えば、トリミング前とトリミングした後ねっていうところで画像を見ていただこうと思うんですけど、基本的にその863使って撮った写真もですね、そのこっちの445と 1.4 倍テレコンのセットで撮ってる時と、その、鳥さんのその大きさですね、実際に写真を1枚としてパッて撮った時の鳥さんの大きさってそこまで差はないんですよ。863だから寄って撮ってるとかね、より大きく撮ってるとかってことはなくて、大体同じような大きさで撮ってるにもかかわらず解像感が違うというところに、やっぱ疑問があったわけなので、で実際これからね見ていただく数もその、元の写真と一応インスタグラム用にね
って形で、まあ、1対1でね切り出したものって形で両方見ていただこうと思うんですけど、これはまあちょっと 4K でアップしようとは思うんですけど、どこまでその皆さんに伝わるかどうかわかんないんですけど、ちょっととりあえず見ていただこうかなと思うんですね。でまずこれは小ゲラさんですよね。小ゲラさんの画像で、大体私の場合ってこういう感じで撮ることがすごく多いんですよ。やっぱりこれ以上近づいたりっていうあのシチュエーションでは基本的には撮れないんで、やっぱり鳥さんがねパンともう逃げちゃいますし、もうすでに鳥さんがねその警戒する範囲の中に入ってるパターンの方が多いんで、やっぱりどうしてもこれ以上大きく撮れたら非常に難しいと、うん、向こうね鳥さんの方から寄ってきてくれてるものに関しては別ですけど、うん、基本的には大体こういう大きさで撮れることがもうほぼ90何パーティーぐらい、もうこのセットだとそうだったんですね。まあ、それでこの大きさなんですけど、でこれもね、パッと見、この状態だと改造しているように見えるんですよね。見えるんですよ。見えるんですけど、実際、まあ、等倍で見たりとか、切り出して見てみたりすると、やっぱり若干甘いんですよ。確かに、毛並みとかは、ある程度改造して出てるんですよね。出てるんですけど、ちょっともやっぱ物足りないんですよ。こんなだったっけなみたいな Z の描写って、風景撮りとかしててもですね、もちろんそのこのレンズではないですよ。例えば私が持ってる105mm のマクロだったり、50mm の F1.8 ね、ああいったもので生のレンズで撮ってる時の描写って、風景撮りとかしててもですね、こんななんかちょっと甘い感じにはならないわけですよね。ってなると、そのカメラのボディの問題では当然ないわけですよね。ってなってくると、やっぱりレンズ、うん、でしかもやっぱテレコン挟んでるので、テレコンなのかなっていうところにやっぱり行くわけですよね。うん、でこれ見て満足できる方であれば全然いいんですけど、私の場合はやっぱなんでかわかんないですけど、ちょっと甘いなみたいなね。条件も決して悪くないんですよ。今これで設定見えてるんですけど、イグジフね、シャッタースピードは500分の1で、絞り解放 F6.3 ですよね。テレコン入れてるんで。で、ISO が450なんですよね。なので、別に条件は悪くないんですよ。ISO で、なんか、上がりすぎて、なんかノイズが乗って、なんかこういう、なんか、描写がね、解像感が出てないとかっていう感じでもないんですよ。ISO450 であれば、ね、そういった ISO のノイズ感っていうのは、ほぼ気にしなくていいレベルだと思うので、それ考えると、その割にはなんか描写が若干甘いなみたいな感じがするんですよね。で、次。これは、ほうじろさんですかね。これもね、さっきと同じ1枚の写真に対しての、この、鳥さんのね大きさっていうのはまあ大体同じくらいなんですけど、これもちょっと切り出してみると、毛並みは確かに写ってるんですよ。ただやっぱり若干ちょっと甘いところがあるんですよね。これもやっぱり条件は悪くないんですよね。シャッタースピード500分の1で F8 なんですよね。で ISO が64、はい、ISO がこれオートにしてあるんで、絞りの方が、まあ、絞られてる状況になってますけど、ね、ちょっと絞ってもやっぱりちょっと甘いところがあるんですよ。で自分ではね、撮ってる時にはですね、あ、これは間違いなく改造してるなっていう感じで撮ってるつもりなんですけど、実際データ持ち帰ってきて見てみると、やっぱちょっと甘いところがあるっていうのがもうやっぱ不思議だったんですよね。はい、それね、やっぱテレコンなしで試したいっていうとこだったんですよ。で次が863で撮ったやつなんですけど、これも今度、最初にかな、一番最初に863使って撮った写真かな、うん、その最初の日ですよね。はい、カモさん撮った後だったかな。はい、まあ、近くにスズメがいたので、スズメをね撮ってみたんですけど、863で撮ってもこのサイズ、うん、この写真のサイズに対して鳥さんがこういう大きさっていう形で撮ってるんですよね。だから画面に対する鳥さんの比、その画面比っていうのかな、鳥さんの比っていうのは比率は変わらないじゃないですか、大きさの比率はね。でそれを実際切り出して拡大してみると、そこそこ改造してるんですよね。でなんかこっちで撮ってた時のような、部分的にちょっと甘いなっていうところが薄れてるんですよね。うん、これはまあ少しあまり条件が
そうじゃ良くなかったんで、ちょっと曇り空だったしね、うん、数値的には悪くないんですけど、ちょっと暗かったなっていう気もするんですけど、その割には結構改造してるなっていうのが、やっぱり実際の感想なんですよね。特にこの頭の部分とか、毛並みはちょっとやっぱちょっとぼやっとしてる部分あるんですけど、頭の部分とかはかなりね、あの改造感があって、あ、ここは結構ね、あの改造してるなっていうところで、あのちょっと驚いたんですよね。で次が、昨日かな、昨日撮った目白さんなんですけど、これも同じような大きさじゃないですか。画面のね、写真1枚に対して鳥さんの大きさとこれくらいなんですよね。でこれを実際切り出してみると改造してるんですよ、ちゃんと。あのなんていうかな、テレコン入れてる時のこのなんか全体的になんかこうぼやっとしてる感じっていうのかな、それが消えてるんですよね、ないんですよ。できっちり改造してくれてるんですよね。うん、ってなってくるとやっぱりテレコンなのかなっていうね、ところがまあ今のところの私の結論なんですよね。で実際そのテレコン自体の評価も見てると、まあ、ほぼね、その改造感に関しては、ね、甘くはならないと、若干甘くはなるけれども許容できるレベルじゃないかっていう評価がまあほとんどなんですよね。でそこが、まあ、非常にこう表現が難しいところで、実際に使ってみないとわからない部分でもあり、うん、それが納得できるかどうか、自分が満足できるかどうかっていうところに、まあ、つながってくるということだと思うんですよね。で少なくとも私の場合は実際863のこの描写見てみると、やっぱテレコンは入れない方がいいなというのがやっぱ結論に今なりましたね。はい、もちろんね、使い始めたのがもう一昨日なんで、もっとねどんどん使ってね行かないとわからない部分とか、まあ、新しい発見とかってももちろん当然あるとは思うんですが、意外とこういう第一印象っていうのはですね、そのまんまね、その後もずっと続くってパターンが結構私の場合はカメラに関しては多いんで、そういうね、まあ、今までの経験値、そんなに長い経験値でもないですけど、うん、なんかそういった経験値だったり感覚的なところを加味すると、テレコン 1.4 倍テレコン、本当に解像感の高い写真、 Z の解像感っていうのが欲しいって方はテレコンは入れない方がいいのかなと。なんていうか、こうテレコンに依存しないというか、テレコンに頼らない、レンズの選び方、焦点距離のまあ捉え方というのかな、あのそこの部分の、なんかシステム作りっていうのが、まあ、必要になってくるかなっていうね。テレコンはあくまでもこうなんていうかな、緊急時というかね、どうしてもみたいな時に使うものっていう風にまあ捉えた方が、そのとにかく解像感っていう風に求めてらっしゃる方はいいんじゃないかなっていう気がちょっとしてますね。はい、もちろん手軽にね、その焦点距離を伸ばせるっていうね、ね、たったこんだけのね、ちっこいこんなもんですよ、こんなあのね、部品をここにはめ込むだけで焦点距離ががっつり伸びるっていうね、そういう手軽さっていう部分で魅力はあるんですけど、その分やっぱりあの Z の本来の解像感を得られるかどうかっていうところに関しては、やっぱりあの難しいと、うん、いうところが、まあ、本音というかね、実情なんじゃないかなと思いますよね。まあ、なので、まあ、実際にこれはね、あの自己満足の部分にもなってきますんで、実際にね自分の目で試してみるのがいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ解像感解像感っていう形でそっちをまあ追っかけてきてる身からすると、やっぱりテレコンはない方がベストかなという感じですね。なので、本当に解像感を求めた鳥さんの写真を、まあ、撮りたいなと思ってらっしゃるようであれば、まあ、600ミリ以上、うん、64はさすがに高くて買えないですから、やっぱり863っていうのが、うん、ベストチョイスになるんじゃないかなって、うん、やっぱ気しますね。400単体でってなると、やっぱ焦点距離的にちょっと厳しい部分があるので、やっぱテレコン入れないとっていう風にやっぱなっちゃいますからね。そういう風なシステムになっていくんであれば、ね、最初からその解像感を求めてっていうところでシステムを作っていくんであれば、レンズはもう863一択かなっていうのが今のところの結論ですかね。もちろんね、なんかその
PF レンズだっていうところをデメリットで挙げてらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃるんですが、それはもうカメラねずっとやられてる方なんか特にそうなんですけど、私は別に基本的にはその昨日一昨日で撮ってた画像、863で撮った画像を見る限りは、そこまでデメリットではないかなっていうね、むしろコンパクト軽量化っていうところにかなり貢献してくれるてる仕様でもあるので、むしろそういった意味ではまあ逆に良かったんじゃないかなっていうね、ニコンさんが PF レンズをそれ採用したっていうのはね、それによってね、手持ち撮影できる 800mm が手持ち撮影できるっていうようなレンズになったわけなので、むしろね、むしろそれはむしろそっちはちゃんと評価、できるっていうか、逆にそこのむしろそこをねちゃんと評価、すべきじゃないかなっていう気しますよね。だから自分はそれは、ね、正解だったんじゃないかなと思うんですよね。で、一番やっぱり画質を求めていくんであれば、やっぱり、フローライトでしたっけ、ホタルイシね、入ってるレンズっていうことに多分なるかと思うんですが、おそらく価格的には倍ぐらいになるんじゃないかなって気するんで、そうなっちゃうとね、そもそも手に入れるのが厳しい価格になっちゃいますし、それ考えると、800mm の PF の入ってるこの863っていうのは価格的には、もちろん高いですけど、ベストチョイス、解像感を得られる焦点距離の超望遠としてはベストチョイスになるんじゃないかなっていうのがやっぱ結論ですかね。はい、それはあれですね、本当に撮ってきた画像を見て思いましたね、素直にね。はい、なんでこれ同じような大きさで撮って今まであんまり改造しなかったものがね、やたら改造するようになったのかみたいなね、って考えるとやっぱり、テレコンじゃないかなみたいなね、結論に、至るというのは比較的自然な流れじゃないかなと思うんですけど、はい。なので、なんていうかな、その改造感の部分で、私みたいにね、こういう400と 1.4 倍テレコン、このセットでもしかしたら使われてる方も、多いんじゃないかなと思うんですけど、そこで解像感に関してなんか不満があるって方は、今のね、私の話なんかを参考にしていただけると、さらに良い、自分が満足できるような解像感の写真が得られるような、システムが作れるんじゃないかなと、Z でね、って思いますんで、はい。何か一つ参考にしていただければいいかなと思います。はい。私もね、この863はまだ買ったばかりなので、さっきも言った通り使い込んでいかないとね、わからない部分はあると思うんですが、第一印象は非常にいいですね。はい、画質を、この解像感で画質で色の部分もそうですけど、特に不満になるところは何もないですね。はい、今のところはもう買ってよかったなっていうのが、正直なところですね。はい、はい、ということで今回はこのテレコンね、 1.4 倍テレコン、これがですね、ちょっと解像感に対して悪さしてたんじゃないかなっていうところのお話でございました。はい。もちろんテレコンはね、これはこれで、ね、いい面というのはすごくたくさんあるんですけどね。ただ、それによってのデメリットっていうのもちょっとあるよっていう話ですね。はい。ということで、今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。